して、はい、復活はしたんですけど、もう体力と気力が追いつかなくなって、うんうんうん、多分その入院とかで今まで張り詰めてたものが、で産むのも子供を産む前、まあ、あともずっと一人なので、うん、結構しっかりしないととやっておいたんです、うん、そこからかな、ちょっとしんどくなって、ぶつんと切れたからね、多分こうやって人に言えずに、私もそのやっぱよう言わんくて、で親に見せたら片付けなさいとしか言われへんし、うん、どうしたらいいのって自分で本当に途方に暮れてたんで、そうやって思ってる人いっぱいいると思うんですよ、はい、なので私の動画も、まあ、含め、うん、このそういう人らの勇気になったらこんな気になるよっていう、じゃあすいません、本日はよろしくお願いいたします。じゃあ一応今回、ご依頼いただいた内容についてちょっと整理させていただきたいんですけど、まずお片付け、いらないものの整理と処分という形で大丈夫ですかね。わ、はい、かりました。じゃあここって大体お住まいどれぐらい住まれてるんですか。16から25ぐらい、24年ぐらいか、24年ぐらい、はい、で住まれてて、なんかその散らかり出したきっかけとか、4年前ぐらいから、4年前ぐらいからちょっと散らかり出したって感じ。なんかきっかけとかってあったんですか。子供産む前に一回部屋一掃して、うん、はいはい、業者頼んでとか、トラック5台ぐらいかな、うんうんうん、5回ぐらいなんかまあ自分の手に積んで物掘ったりとかして、はいはい、1回きれいにしたんですけど、うん、子供産んでから5年ぐらいまでは、まあ、犬もいて頑張ってたんですけど、うんうんうん、犬が死ぬんでちょっとメンタル落ち込んで、はい、で腰はして2ヶ月ぐらい動けなくなって、で入院して、はい、復活はしたんですけど、もう体力と気力が追いつかなくなってきて、うんうんうん、多分その入院とかで今まで張り詰めてたものが切れて、うん、もうしんどいなってなりだして、はいはい、で産むのも子供産む前、まあ、あってもずっと一人なので、うん、結構しっかりしないとやってきてはいたんですけど、うんうん、そっからかな、ちょっとしんどくなってブツンと切れた感じ、でもちょっとずつ汚れてきて、やらなぁと思いながらも、うん、なんかもういいやってなりつつ、うんうん、で子供も急激に成長していくので学年も上がってきて、物がめちゃめちゃ増えてきて、うん、でなんかどうしなんか子供のちっちゃい服とかも売ろうとか思ってたんですけど、はいはい、全然追いつかず、うん、ひたすらその歴代のそのままの状態になってるっていう感じ。そうそうそう。なんか今回じゃあ片付けようと思ったきっかけとかって何かあったんですか。転職して、うん、1年ぐらい経ったんでちょっと心身ともに落ち着いた、はいはい、仕事もずっとハードで、うん、まあ、腰にも2回言わしたんですけど、でやっとこそ、まあ、収入的にもそうだし精神的にも落ち着いてきたのと、まあ、子供もある程度成長が止まったというか、まあ、ええとこまで行ったんで服とかもね、うん、多分もうすぐダメになるとか、あ、サイズ替えとかもなくなってきて、もう一掃するなら今やなと、あ、夏のボーナスもらったんで、うんうんうん、お金的に余裕があって精神的に持って今かなと。あ、なるほどです。この前僕見積もり来させてもらった時も聞いたと思うんですけど、僕のあの YouTube いつも見ていただいてて、はい、で前回の動画ですかね、多分似たような環境の方というか、そういうのもいい刺激になったっていうのも軽く聞いてたと思うんですけど、うん、そういうなんやろ、アットホームなというか、まあ、汚くても気にしませんよみたいな業者が大阪にもおったらなと思ってて、はいはい、でその前頼んだ業者にも結構痛い目見てて、うんうん、高かったりとかね、いるもの全部持ってかれたりとかっていうのがあって、うんうんうん、若干トラウマもあったんで、はい、なんかそういう業者いないかなっていう話を友達にしたら、うん、イグイさんこんな動画あるで、はい、しかも大阪やでって、うんうん、で見してもらって、ああいいなと思って、こ
こやったらお願いしても大丈夫なのかなってとりあえず見積もりだけでも頼んでみようかなっていうのがきっかけ。ちょうどその自分の片付けれるメンタルとかの落ち着いたところと、うん、その大阪にすごい業者がおったっていうのが、うんうん、タイミングがちょうどよくて、すごいあって、はい、いいきっかけになったってことです、はい、分かりましたじゃあ基本的にまだいるものいらないものっていうのも整理はある程度分かってるものはありますかね。これいるこれいらない。ああ、それはだいたいこう見てパッパッとすぐ判断できるぐらいなら。凛花のお人形。あとは私はいらないです。子供がちょっといるとか言って、まあ、喧嘩になると思う。凛花のお子様と一緒に相談しながら、じゃあいるものいらないものを一緒に確認しながら、はい、ちょっとやっていきたいと思いますので。凛花、はい、のティム。ティム。おはようございます。よろしくお願いします。今日はお客様 と、お部屋の中いるものいらないものちょっと分けていきながらの作業になるんですけど、ちょっと全体的にまずご紹介させていただきたいと思います。一応ここをまず入ってもらって玄関部分こんな感じで、ここが2階に上がっていく階段になる。2階ちょっと後で紹介します。で1階部分はこんな感じのキッチンですね。キッチンダイニングこれも結構物が溢れてるので、ちょっと全体的に量を減らしてってことなので、ちょっと相談しながらどんどん減らしていく感じです。でこっちの奥ですね、こちらが一応お母様と娘様を2人で、結構ここが重きのスペースに生活されてる中で、1階部分が常に生活スペースになってるということなので、2階はほとんど使ってなくて物置状態になってるということなので、ここら辺もやっぱり1階の動線とかその周りのものをどんどん減らしていくという形で片付けていきたいと思います。ちょっとじゃあここから上がっていきます。ちょっと足元あれなんで今日ね、2階がこんな感じ、階段上がってちょっと部屋があるんですけど、ここももう結構いらないものを持って上がってたりとかで、物置き状態になっているという感じですね。で、こちらの奥もお客様の方でいらないものを整理しては上に上げて置いていくっていう状態になっているということです。整理はされてるんですけど、どう処分していいかわからないとかという形で物を積み上がっている状態です。で、ここもこんな感じでほとんどだから2階は物置状態ですね。こんな感じで、だから2階結構スペースが広いのになんで使わないんですかっていうのをこの前見積もりの時にお客様にお伺いした、ちょっと2階がなんていうんですか、怖いというか、なんか怪奇現象とまではいかないんですけど、ちょっとゾワゾワするとか2階に上がるのが怖いっていうことで、もうほとんど2階で生活はされてなくて1階でずっと生活されてるってことなので、一応だからここももういらないものがほとんど置いてるっていう状態なので、こっちの2階もちょっとどんどん荷物出してあんまり使わないようにしたいっていうことなので、2階もちょっと片付けていけたらと思います。で一応本日作業員が5名お伺いさせていただきまして、1階部分2階部分の清掃になるんですけど、まず優先的に1階部分を片付けたいということなので、ちょっと分担して1階の奥と手前と分かれていきたいと思います。作業時間でいうとちょっと仕分けしながらなんで、ちょっと5時間ぐらいはかかるかなと思ってるんですけど、ちょっと丁寧に分けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえずじゃあ箱と、透明の袋をお渡しするんで、はい、箱に小物系入れてもらって、透明の袋にいるもの全部いるものだけ避けてもらったら、いらないものは僕ら片付けていくんで、いるものをピックアップして取っていってもらいましょうか。はい、いらんのはそこは取り取ってくれていいです。この椅子の上の書類とか、書類はね、ほぼほぼいらないです。この椅子は、この椅子もいいですか。この椅子
水分補給。もう水分補給しないと熱血症になるんで。熱中症ね。あなた一回ホウキもらっていい？昨日にまして暑いです。昨日よりも暑い。昨日雨っぽかったんで涼しかったですけど、今日は雲一つないんで暑いっす。大きいの2つとこの子供用の、で、3つ。キッチンはすごく綺麗に使えてます。料理は常にもうしてるみたいで、キッチンだけは死守してるっておっしゃってましたこの前のあの、あったじゃないですか、子供部屋を作りたい、その動画を見てもらって似てるな、環境が似てるなっていうのをご依頼され、実際お子さんも友達呼びたいとかって言ってるんで、今日もいるやつ、いるやつ、これはいるやつ、いるやつだけを入れる、いらないのを入れてと、この下段が全部いらない、でここの上を置いとったやつ、はい、ここら辺周りに前のやつ、はい、いらない、ゴミ箱は全部、ゴミはここでもいらない、こっちもこっちもいらない、あ、こっちはいい、これがいる、thank you。
るやつ。あ、それはいる。いけるやつ。奈々ちゃん。はい。これいるやつで。取り立ってもらって。これも処分で、モックです。大丈夫ですか。休みなく やられて疲れたんじゃないですか。ああ、まあまあ。でまあ今までやってこなかったの。今日の現場はお客さんと聞きながら作業やったんで、ちょっと長いかなったんですけど、まあ、お客さんも満足してくれたらそれでいいと思うんで、よかったです。だいぶ整理できました。そうですね。多分なんかいるもんも捨てたような気もしますけども、いいかなと。それでもだいぶまだ残ってますよね。箱がね、結構まだ残ってるんで、お友達も呼べるかな、もうすぐ。そうやね。OK 。だいぶすっきりしてもらいました。はい、最初はね、なんかもう金額、私からしたらですよ、うん。金額、目ん玉飛び出るぐらいの金額やったんですけど。うんうんやっぱそれぐらいのその荷物量と労働力と時間とってめっちゃ安いなと思って、はい、ありがとうございます。やっぱ違うな。満足度はありましたか。満足度 100% です。そこ前回っていうか今までにもこういう業者に頼んだこともあった。業者に頼んだんですけど見ただけで無理って言われたりとか、多分こんだけの金額やったらしてくれって言えへんやろみたいな、うんうんほんでやりますって言ったらえって聞き返されるぐらいの、はいはいはい、えやるんですかみたいな業者がふっときながらね、はいはい、っていうでいるもんいらんもん言ったら何もかからず全部持っていくとか、うん、ちゃんと言ったんですよ。こう、はい、しかも綺麗に分けてて、ねうん、なのに全部持っていかれたりとかっていうのがあって、うん、ちょっとこういう業者怖いなとか頼むにしてもどうしようかなってどこがいいんかなってすごい悩んだりもしてたんで、うん、ああ、よかったです。そんなこと言っていただけて、うん、YouTube でね、どんな感じなのかとかも分かるんで、うん、それって思ってた通りでした。です、です。私、乗っけてくれてるイコール自信があるっていうのと、うんまあ、リスクもあるじゃないですか、うんうんうん、顔ね、皆さん出されてて、うん、で、やってるだけの、その、なんか腹くくってやってはんねやろうなっていうのが、すごい伝わってきて。良かったです。年一ぐらいで呼ばなって。そんなひどくなる前に。だし、はい、悩んでる人に本当に相談だけでもいいから、こう部屋見てもらうのが嫌やと思うんですけど、うん、もうまずもう恥さらして見てもらった方が、なんとかしてくれるんで、うん、多分こうやって人に言えずに、私もその、やっぱ余裕がなくて、で親に見せたら片付けなさいとしか言われへんし、うん、どうしたらいいのって自分で本当に途方に暮れてたんで、そうやって思ってる人いっぱいいると思うんですよ、はい、なので私の動画も含め、うん、この
そういう人らの勇気になったらもうこんな気になるよって。でもここ、リーブさん来るまでは夜寝れなくて、2日前ぐらいから、はいはい、恥ずかしい、どうしようって、うんうんうん、でコメント欄とかもう子育てするような環境じゃなかったんで、うんうん、なんか言われたらどうしようとか、うん、もうほんまにぐうたら してたんでね、うん。でも本当に僕らの YouTube の動画のコメントってすごい、やっぱいろんな意見ありますけど、やっぱり応援してくれる方とか、これからの新しいスタートをまた後押ししてくれるようなあったかいコメントばっかりなんで、ちょっと嫌な面とかも見えるかもしれないですけど、なんかそんだけ分かってくれる人、共感してくれる人がいっぱいいるんやなっていうので、またそのなんていうんですか、動画を見てまた気持ち入れ替えるじゃないですけど、見直してもらった時にまたなんていうんですかね、自分のスイッチ入れれるとか、モチベーションをキープできるっていうのに使っていただけたらなと思いますので、もう本当にそんだけ満足していただけて僕らも嬉しいです。金額ある程度も、うん、その相談も乗ってくれはるし、お金ない人でもシングルマザーでペソペソですけど、なんとかなるんやなって、うん、思いましたんで、やっぱり聞いた方がいいな一歩踏み出してみてよかったですか。そうそう思いました、本当に当たりというか、うん、よかったなって。ありがとうございます。すっきりしました僕もすっきりしました20年ぐらい住んでて、はい、一人暮らしの実験も10年ぐらいあるんで、うん、その分の、うん、全部がすっきりしました。過去含めよかったです。今からちょっとちびと二人で頑張っていこう、はい新しいスタート頑張ってください。今から掃除してんねんや、はいまだここの分と、はい、あの物置の分とかまた追加で、はい、はい、ほら、はい、すいません本日は長い間ありがとうございました。ご協力していただいて本当にありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。